皆さんこんにちは、プッテイモンキーランチの時間です。今回はシネマ 4D レンダラーを使って 3D コインを作成してみます。インフォグラフィックスなどの演出に取り入れてみても面白いかなと思います。では早速行ってみましょう。まずはコンプを作成しましょう。幅と高さともに1080にし、フレームレートは30とします。デュレーションは3秒です。今回コインを白黒で作るので、視認しやすいように背景色に色を加えておきます。色を決めれたら OK を押してコンポジションを作成しましょう。まずはベースとなるコインの形状を作りましょう。今回作るコインは真ん中でくぼみを加えることで、より立体感を演出したかったのと、コインの側面に光の反射や映り込みが入るようなイメージにしたかったので、3つのレイヤーでベースの形状を構成することにしました。少し複雑になりますが、一手間加えるだけでもクオリティに差が出るので頑張ってみましょう。台形ツールで画面の中心に線を作成します。線をオフにして塗りだけの状態で台形ツールをダブルクリックします。レイヤーの名前をベース01としておきます。レイヤーを展開しサイズを調整しましょう。私は920としておきます。次に楕円形1を選択してコントロール D で複製します。楕円形1の方を調整します。サイズを765とします。これはコインのくぼみを作るためのものです。サイズを好みで調整しましょう。では次にパスの結合を使って穴を開けましょう。2つの楕円形の下に追加したいので、コンテンツを選択した状態か、何も選択していない状態で追加からパスを結合を選択します。追加されたパスの結合を展開し、その中にあるモードを型抜きに変更して円形に穴を開けておきます。これでベースの形ができました。 3D レイヤーに変換しましょう。今からこの円形シェイプを押し出して立体にしたいので、レンダラーの項目を見てシネマ 4D になっているかを確認してください。クラシック 3D になっている方はシネマ 4D に変更してください。 3D レイヤーにしたことで、レイヤーの項目に形状オプションが追加されているので開きましょう。押し出す深さを120にし、立体を作ります。ここの数値はコインの厚みになるので、お好みで調整してもいいのですが、この後の工程で厚みによって自分で計算して数値を決める必要が出てくるので、不安な方は私の数値に合わせて進めてみてください。現状のカメラだと変化が確認しづらいので、 3D ビューをカスタムビュー1に変更しておきましょう。押し出したことでシェイプレイヤーに厚みが追加されました。コンポを見てみましょう。押し出すことはできましたが、現状側面に色がなくフラットな見た目なので、立体感が分かりづらいので、少し変化をつけて視認性を上げてみましょう。側面に色を追加する方法は2つあります。一般的なのは、おそらく追加から側面を選択しカラーで色をつける方法なのですが、今回は線を有効にして側面に色をつける方法を選びます。線を有効にしましょう。線も一緒に押し出されているので、線の色がそのまま側面の色として表示されます。なぜ線を有効にして側面の色をつけたのかにはちゃんと理由があります。側面を追加したパターンと線を利用して側面の色をつけたパターンの違いを見てみましょう。ただ側面を追加した場合だとコインのアウトラインが表示されません。もちろん作りたいイメージによってはこちらの方がいい場合もありますが、今回はアウトラインがしっかり見えるようにしたかったので線を利用してみました。線を有効にした場合は、線幅を調整することで側面にも厚みを作ることができます。私は線幅を5とし、少し厚みを持たせます。線幅を上げることで角度が変わってもいい感じにアウトラインが出てくれます。ここは好みにもなるので、どちらか好きな方を選んでください。ちなみに今回のようにパスの結合を使用したシェイプレイヤーの場合、側面を追加する際は楕円形などをグループ化する必要があります。グループ化せずに側面を追加しようとするとエラーが出てしまいます。コンテンツの中身を選んでコントロール G でグループ化してからであれば、エラーが出ることなく側面を追加することができます。では続きを見ていきます。押し出しによって厚みを追加することができたのですが、ここで少し問題があります。押し出し機能は一方向にしか押し出すことができません。これによってアニメーションの際に問題が起きます。コインのアンカーポイントが中心にないので、
回転アニメーションをつけた際に回転の仕方がおかしくなります。コインを中心に綺麗に円運動する方がアニメーションとして自然で制御しやすいので修正しておきましょう。わかりやすいように 3D ビューをライトビューに変更し側面から確認しましょう。現状だとコインの左側にアンカーポイントがあります。このアンカーポイントを起点に回転を行うので綺麗に円運動してくれません。コインの中心にある状態にするためにトランスフォームを開きアンカーポイントの値を調整しましょう。現在は Z 軸のみコインの中心にない状態ですので Z 軸を調整します。 Z 軸に入れる数値は先ほど押し出す深さに入力した数値の半分の値です。私の場合は60です。これでコインの起点を中心に移動させることができました。 3D ビューをカスタムビューに戻しておきます。一度 R を押して回転プロパティを表示させて Y 回転をドラッグして回転させてみましょう。綺麗に円運動していれば OK です。 Cinema4D レンダラーは処理が少し重いので動作が重く確認しづらいという方はドラフト 3D を有効にしましょう。ドラフト 3D にすると最終的な品質の見た目にはなりませんが処理が軽くなるのでアニメーションを確認する際や重たいシーンの場合にお世話になる機能です。このドラフト 3D が押せないという方は設定を修正する必要があります。コントロール、オルト、セミコロンを押して環境設定を開きます。左側の項目からディスプレイ設定をクリックします。その中にあるハードウェアによるコンポジション、レイヤー、フッテージパネルの高速化にチェックを入れておきましょう。この項目が有効になっているのにドラフト 3D を押せないというケースがあるようですが私は陥ったことがないです。ドラフト 3D は GPU で実行されるのでグラフィックドライバーの更新をしてみると治るというケースもあるようですが一度公式に問い合わせてみるのが確実かなと思います。では続きを作っていきましょう。大きく穴の開いた円形ができたのでこの中に厚みを薄くした円形を配置してくぼみを表現します。先ほど作ったシェイプレイヤーをコントロール D で複製します。ベース02のレイヤーを展開しましょう。穴の開いていない円形がいいのでパスの結合は不要です。パスの結合が不要ということは楕円形も2つある必要がないのでパスの結合と楕円形2を選択して削除しましょう。さらにパスの結合を追加した際に作成された線と塗りも不要なので削除します。これで楕円形1だけが残りました。この楕円形1はすでに内側のサイズに合っているのでこのまま使用しましょう。現状の厚みだと先ほど作ったものと同じになっているので厚みを少し抑えたいと思います。形状オプションを開き押し出す深さを100に変更して厚みを変更します。ベース02だけを確認したいのでソロ機能を使ってベース02だけを表示します。厚みを減らしたのでアンカーポイントがコインの中心からずれました。 3D ビューをライトビューに変えてみましょう。コインの中心にアンカーポイントがないことが確認できます。 A を押してアンカーポイントのプロパティを表示させ Z 軸に押し出した値の半分の数値を入力します。私は押し出しが100なので50を入力します。これでコインの中心にアンカーポイントがある状態を作れました。ではカスタムビューに戻りソロ機能を無効にして確認してみましょう。コインの形状ができました。選択モードになっていることを確認してコンポ内でオルトを押しながらマウスの左ボタンをドラッグしてビューを回して確認してみましょう。うまくコインの形状が作成できました。では次は側面を用意しましょう。現状黒一色で塗りつぶされています。この状態でも悪くないと思いますが少し手を加えて側面の質感を出す方法を見てみましょう。ベース02をコントロール D で複製します。複製されたベース3を編集していきます。ソロ機能を有効にしてベース03だけを表示させます。レイヤーを展開しましょう。まずはサイズを調整します。サイズを925に変更します。塗りをオフにし線を有効にして線幅は1としておきます。側面で光の当たった部分を演出したいので線の色は白にします。これで側面だけが表示されている状態を作ることができました。では加工していきます。線を開きその中にある破線を使って線を変化させます。プラスボタンを押すごとに項目を追加できます。まず1回押してみましょう。ドラフト 3D のせいでビュー画がおかしいことになっています。
一旦ドラフト 3D をオフにしておきます。これで側面を8000に変えることができました。ソロ機能を無効にして全てのレイヤーを合わせて確認してみます。コインの側面にあるギザギザを表現できているように見えます。この状態で完成でもいいのですが、今回私はギザギザではなく側面に光が当たることによるハイライトや映り込みの表現を作りたかったので、さらに破線を使って編集したいと思います。プラスをさらに2回押します。それぞれ値を調整していきましょう。線分を35にし、間隔を150にして広げます。線分2も150にしておきましょう。この辺の値調整は実際に画面を見ながら反射のイメージに合わせた数値を探ってみてください。コインにアニメーションをつける際に破線の数値を変動させたり、オフセットを動かして光の反射の表現を行います。これでコインの形状が完成しました。あとはコインの表と裏にテキストを入れるだけです。では一旦アクティブカメラに戻してから、文字ツールを使ってドルマークのテキストレイヤーを作りましょう。サイズやフォントを整えてから、整列パネルなどを利用して画面中央に配置しておきます。テキストも 3D レイヤーにすれば押し出して立体にすることができるのですが、シェープレイヤーと違い線を押し出すことができません。追加から側面を選び、カラーを入れることで対処できますが、線幅のコントロールができないので形状をデザインするのに少し不便です。なので今回はテキストをシェープレイヤーに変換して使いましょう。テキストレイヤーの上で右クリックし、作成からテキストからシェイプを作成を選びます。これでテキストレイヤーを元にシェイプレイヤーが作成できました。テキストレイヤーは不要なので削除するか、一応バックアップとして非表示にして残しておいてもいいと思います。では作成されたシェイプレイヤーの名前をフロントとしておきます。ではレイヤーを展開して編集していきます。まず塗りと線を両方有効にし、塗りを白にし、線は黒としておきましょう。線幅はお好みですが、私は8にしておきます。次に形状オプションの押し出す深さを10にして少し厚みを追加します。では一旦ソロ機能を無効にして確認しましょう。現状文字の位置が原点にあるのでコインの中に埋もれています。 Z 位置を調整して文字を前面に表示させましょう。 P を押して Z 軸をマイナス60とします。これでコインのくぼんだ箇所に文字が現れました。ではこのまま裏面にも文字を表示させましょう。文字レイヤーを選択してコントロール D で複製します。名前をバックとしておきます。 P を押して Z 位置を60にして裏面に移動させておきます。 V を押して選択モードになっていることを確認してから、コンポジション内でオルトを押しながらマウスの左ボタンをドラッグしてカメラを回してコインの裏側を確認してみましょう。裏に回るとドルマークも裏側から表示されています。反転していると問題があるので修正しておきましょう。 R を押して Y 回転を180にしておきます。これで全ての要素が揃いました。現状レイヤーの数が多く、コインをアニメーションさせるには面倒な作業を強いられます。ここはヌルを使って全てのレイヤーをコントロールしましょう。コントロール、シフト、オルト、Y でヌルを作成します。作成したヌルを 3D レイヤーに変更してから全てのレイヤーの親としましょう。これでヌルを動かしてコインを自由にアニメーションさせることができます。素材は完成したので、あとは好きに動かしてアニメーションを作成してみてください。私はこの素材を使ってこういったアニメーションを作成しました。コインが下から回転しながら登場し、また落ちていくといったアニメーションです。コインの動きがスローモーションになる際にシェイプアニメーションでエフェクトを足したりして少し装飾しています。シネマ 4D レンダラーだとエフェクトが使えないので色の変更などが手間ですが、プリコンポーズすれば加工がしやすくなります。今回の場合だとアニメーションを確定させてからコインを形成するレイヤーを選択し、コントロール、シフト、C でプリコンポーズします。作成後はレンダラーをクラシック 3D に変更しても大丈夫なので、エフェクトでの加工を行うことができます。もともと白黒でコインを作成しているので、色かぶり補正などを使ってあげると簡単に色を変更することもできます。他にも CC ライトスイープを使えばコインの輪郭部分に光を当てたり、コインの面となる場所に光を当てて少しリッチな演出にすることもできます。自由に動かせるコインを作成できたので、
ぜひオリジナルのアニメーションを作成してみてください。今回はここまでです。ではまたお会いしましょう。さようなら。